さあ始まりました。まずこれですね、この、レバーのねプッシュする部分、アッシー交換気持ちよくします。組んでいきましょう。はい、いや本当ね、交換しなくてもよかったんじゃないかなって思うんですけど、結構フォロワーさんが厳しいので、もうここは思いっきり気持ちよく交換することにしました。新しい方はやっぱりねしっかりとしてますね。これが新しい方です。でこれがもうちょっと古いやつですね。でもまあどうなの、はい、気持ちよくこの古い方から交換して、こちらを装着したいと思いますけど、こっちがさっき交換した方やから、あ、向き見とけばよかったな。こうです。で、このまあ傘が平らな面と傘があります。平らな面と傘があります。傘がある方が、下を向きます。どういうことかというと、こうです。パカッて開いてる方が下で平らな面が上。でこれグリスなんですけど、一応、これはですね、内も外も両方塗ります。でスプリングの向きはこの、細くなっている方がこっちですね、向いてる方、開いてる方が下ですね、はい、で、上の方にもグリスを塗りまして、そんなグリスだからもうこう交換作業してなかったらこういうのとか全然知らないまま進んでいくわけじゃないですか。怖いですよね、はい、ちょっと多めにグリスを塗って、で、こっち向きですね、こっち向きです。どっちから入れたらいいんやろ。きっとこの傘が開いてる方が下ですね。でこの、平らな面がちゃんとこっちに両方2つとも合っています。グリスも塗りました。はい、これ OK で、このやつがここにカチッと入りますね。はい、新品なんですごい気持ちいいです。はい、若干ですね中にサビが出ている部分が見えると思いますですね。ちょっとなんかこうクリーニングつけてやろうかなと思ってます。まあ、正直ちょっとねマスターシリンダーも古いんでね、これ自体を変えてもよかったんですけど、まあちょっとやってみてダメだったら交換しましょうね。怖いな、さっき入ったのにな。入りました。今はとりあえずあんまり液が入ってないのでね、はい、はい、スナップリングが外径の小さい方マスターピストン側に向けて、もういちいちですねシェイクダウンのもう堀川さんに教えを請いながら、奥が深くてこのスナップリングプライヤーもつるってした方とこう平らな方があるんですね。で平らな方がエッジ効いてるんですよ。要はこういうことです。こういうすり鉢状なイメージですよね。こっちが平ら、こっちが丸。で一見整備見せ、あのまあ初心者の僕からしてみたら下が平らやねんから平らに合わすんかなって思うじゃないですか。でもこのスナップリングプライヤー、あ、じゃあスナップリングのまあ意味っていうのはまあ止めるためですよね。だからこの下に溝が切ってあるんですよ、リング用の。ってことはこれが、平らが下じゃなくて平らが上の方が
これがバッと開いた時に溝にはまって、溝の上にぴったりはまることによって下を止めるんですね。だからこのエッジの効いてる方ね、平らの方が上だと。いやもうね、さっきからなんですけども、ゴムを塗る塗らない、ゴムの内側に塗る外に塗る、このスナップリングの向きはどっちだこうだ、本当にね、ちょっとのね、ちょっとした流れの整備でも本当にこれはもう考えないと、これはもう本当にあれですね、もう奥は深いです。じゃあですね、このサービスマニュアルでいうところの、これですね、こちらの面、この、穴の方をですね、下に向けてこのまま入れたいと思います。奥までしっかり奥まで入れて軽く握る、でこのままここに入れていくと、でここ抜けちゃうんでしっかり握ってた方がいいですね。あ、すぐになんかすぐ外れんねんな、なんでなんやろ。スナップリングの、特性として、まあ、こっちからはめてるんで、今何回もピーンと外れたりないろいろやったんですけど、やっぱりこっち方向に押さえつけながら入れていくっていうのが大事ですね。こっち方向に押さえてるんで向こうに飛び出さないですよね。なんかこう縮めてやろうみたいな感じで入れるんじゃなくて、縮めつつ押さえながら奥までっていうのが大事かもしれませんね。これで入りました。あとこれを抜けば、はい。あー、これも大変やった。この溝にスナップリングが食い込んでます。だからこれでこう押して、はい、やっとできた。で、このパーツなんですけども、これですね、前回のやつがですね、多分こけてもう欠けてるんで、この欠けてるパーツ交換します。こう上書こうかな。あ、ダメ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 、忘れてました。で、これを入れないとダメなんですよ。これラバーブーツね、ラバーブーツ。多分入ったと思います。このラバーブーツで、まあ、水の侵入とかも防ぐんかな。こういうのがやっぱり劣化してくると水が侵入してきて、殺菌とことか錆びるんでしょうね。こういう感じですね。でこれをまあ装着して、まあこういう汚いとこは後でタッチペンで綺麗にするんで、で多分ですけどこれが入ります。はい、完成しました。お次はこれです。はい、ダイヤフラムかな。これを新品と交換します。もともとはこういうまだ持っているものに変えて、まあこの上に置くと。これも向きあんのかな、ないかな、こうですね。でこれもなんか新しいの欲しいですよね、汚いから。かっこいいな、欲しいですね、これの。まあいいか。でとりあえず、文字が手前やから、多分、これどっちについてるもんや。もともとこうか。こうやから、コモドがここにあるから、こっち向きかな。こうか。失礼しました。このネジです。品番これ。舐めてたんですよね、ここね。だから、新品に変えましょう。多分同じやと。ダイヤフラムも新しくなったし、まあマスターシリンダーさえ大丈夫であればこれで完全に大位置できたと思います。はいはい、ということで、
やっと完成しました。まあ小窓もね新しくなって、ただまあこういうところとかもね、あの塗ったりとか、もしかしたら新品に変えるかもしれないんですけど、やってみて思ったのは、まあ本当にこの向きとかグリスをどこにやるんか、まあラバーブーツ一つ取ってもね、上なんか下なんか結構ラバーなんかはこうパーツリストとかサービスマニュアル見てもどっちがどっちってちょっと分かりにくいんで結構大変でした。あの分かってる人にしてみたら当たり前のことなんでしょうけど、本当に初心者にしてみたらですね、こんなバラしたことないんでめちゃくちゃ勉強になりました。はい、完成。じゃあ次の作業に行きます。はい、リードバルブなんですけども、僕前期のやつ入れてたんですけども、これが中期のやつなんですね。これシェイクダウンさんからいただきました。前期と中期と大きさが違うということなので、圧縮、このままだと圧縮漏れが起こるということで注意を受けまして変更したいと思います。ほんとシェイクダウンさん様々ですよね。よかった、ガスケットは傷んでなかった。はい、でですね、ここ見てください、中期の方がちょっと大きいの分かります？気持ち大きいんですよ。中期型のリードバルブの方が前期よりほんのだからここはそんな変わらないんですよ。ここはそんな変わらないんですけど、この中身のこれが全然、この黒いとこが大きいですね。前回のやつを丁寧に剥がしていきます。下手したらガスケット再利用できるかもしれません。無理かな、いけるかも。綺麗に剥がせた。破れんなよガスケット。うわ、めっちゃ綺麗に剥がれた。これ使えるっしょ、ガスケット。もう一回圧縮漏れせずにいけんじゃん。こっちが右に来るようにしますね。中期のリードバルブこっちです、右ですね。でこれがポッチがあるんで、ポッチを合わせてこう、じゃあ次の作業なんですけども、もともとついてたやつのこのリアの、ピストン、これ辺のやつね、清掃と、分解ですね。で、あのパッドめちゃくちゃ余ってるんで、これは使い回ししたいと思ってます。はい、で、こちらの方なんですけども、結構ですね汚れてるんですけども、この辺り、今度リアのこのあれですね、マスターシリンダーの分解もしてみたいと思います。うん、でこっちは、マスターシリンダーちょっと膨らんでるかな、使えんのかな、これどうなんでしょう。まだこっちは使えるんかなと思うんですけど、ワークシュの方から上納してもらったやつなんですけど、同じものがあるんですけど、見てください、こんなにですねマスターシリンダーがちょっと膨らんでるんですよね。これはちょっと、もともとついてたやつを使って、でもこっちのマスターシリンダーはこっちの方が綺麗なんで、こっちの方が使えるんかなと思ってますね。ブレーキのとことかも色ちゃいますね。こっちはシルバーなのにこっちが黒になってますね。これ塗ったんかな、後でどうなんでしょうね。なので2個1作戦でですね、リア周り、ちょっとオーバーホールしていきたいなと思ってますが、もうスタジオに行かないといけない時間になってしまいましたので、今日のレストはここまでに、したいと思います。引き続き、全然わからないことばかりでもシェイクダウンさんにはですね、もうお世話になりっぱなしで、シェイクダウンさん本当にありがとうございますということで、NSR もですね全然エンジンかけてないと、結局なのでこれもですねまたエンジンかけていかないといけないと。でこれの、
新しいタンクゲットしたんで、そちらの方の自家塗装編もですね、ぜひ皆さんお楽しみください。カッサンチャンネル。このフレームがですね、落ちてきてホイールに接触しました。最悪です。おまけのパーツ来ました。これやります。ホンダかっこいい。これが入るだけで全然違う。ホンダ新品ピカピカ。